これはこれは、白露の方々ですよね。なぜ今頃来たのです。近頃山賊が頻繁に村を襲うようになり、金になるものは全て盗んでいるのですよ。早く山賊どもを、こいつらを全部。私たち今は他の任務を遂行中でして。あそこに山賊が。クレア、とりあえずこいつらを懲らしめてから考えようぜ。俺たちを懲らしめるだと？へっ、笑わせんな。ところで、あの金髪の小娘、なかなかいいぞ。へっへっへ、あいつは生け捕りにしろ。見逃してやろうと思ったのに、あいつら全部やっつけてやるんだから。豚に喧嘩を売るとは、ただじゃ済まさねえ。うわ、山賊団の名前すごくダッサ。白露が魔物封印地域に全て投入されたせいで、山賊がさらに暴れているようです。しかし、間もなく王国の治安隊が送られるでしょう。そうだな、気がかりではあるけど、俺たちは早く慶白様のところに行かないと。何言ってるの。あいつらを追っていけば山賊の本拠地がわかるのよ。ミコも賛成、大賛成。あんな風に女の子をいじめるやつは関間氷炭で全部吸い込んでやるから。どうやら山賊は相手を間違えたようですね。そうだな、クレアがあんなに怖い顔するの初めて見たぞ。本当に私の妻と同じくらい怖い方たちですな。
ちょうど赤き豚山賊団に喧嘩を売った代償を払ってもらおうと思ってたところだ。そっちからやってくるとはな、怖いもの知らずめ。今のような時代に赤き豚なんていう名前の山賊団なんてちっとも怖くないんだから。何？赤き豚が怖くないだと？ガキの頃はこのあだ名をよくからかわれたが、俺様はそれを踏み台にして東バラム最高の山賊団の頭になったんだぞ。俺にとって意味のある名前を侮辱したな。許せねえ野郎ども。クソ、囲まれたか。山賊がこんなに、さすがに危険ですね。これで最後だ。カシラ、後方から何者かがうちの野郎どもを攻撃してますぜ。使えねえ奴らだ。相手は一人だろうが、ひらまないで数で押せ。おじさん、ありがとう。おかげで山賊を退治できたよ。ちょうど通り過ぎるところだったんでな。感謝の挨拶はいらん。ところで、その服装、西バラムから来たのか？うん、俺、西バラムリーベル騎士隊の白狼なんだ。リーベル騎士隊か。もしかして、リチャード団長も来てるのか？え、ちいちゃんのこと知ってるのか？リーベル騎士隊のリチャードを知らない者がいるのか？聖なる騎士といえばかなり有名だぞ。やっぱりじいちゃんって東バラムでも有名なんだ。そういえばリチャード団長は独身主義者だと思っていたわ。ディーンはリチャード団長の義理の孫なんです。おお、そうか。すまんな。お前にとっては触れたくない話かもしれないのに。いいよ、じいちゃんはそんなの関係なしに俺の本当の家族だからな。それにしても騎士隊出身なら片手剣と盾を使うのが普通のはず。お前は両手剣を使っていたな。俺は両手剣がいいんだ。じいちゃんに最初に教えてもらった剣術も両手剣だったんだぜ。おう、両手剣なら俺の右に出るやつはいねえぞ。どうだ、軽く勝負してみるか？勝負ならいつでも受けて立つぜ。ああそうそう、若いからって甘く見るなよ。戦いには絶対負けないぞ。やっぱり若者は覇気がないとな。ではあっちに場所を移そう。この男の実力、私の師匠の方がそれより上かもしれない。では始めるぞ。
そう元本気を出したらどうだ。待ってろよ、そろそろ本気出していくぜ。速さはあるが、全ての動きに力が入りすぎだ。この程度の実力では仲間は愚か、自分の命すら守れないぞ。なんだと、仲間を守るくらいの力あるんだからな。それにしてもこれほどの力とはなかなかやるな。戦士にとって怒りは力の源だ。しかしその怒りを冷静さに変えられないと今のように訳もなく疲れる。怒り？冷静さ？おじさん、難しいこと言わないでさ、さっきのあれどうやってやったんだ。頼むよ、教えてくれよ。もうやり方は教えたはずだぞ、よく考えてみろ。今度会ったらこんな簡単にはやられないからな。それまで血が滲むほど修行してやる。いい対決を見させてもらったわよ。カウルとの勝負の時よりも惨めな姿だなんて。あの時は本当に油断してたんだ。カウルのやつは今すぐにでも勝てるんだからな。まあまあ、お二人ともそこまで。早く白桃山の診断地域へ出発しましょう。山賊の退治に時間を使いすぎたようですし。よし、出発出発。あの力、奴ではない。追跡の羅針盤が間違っているのか。確かに彼を刺していた。もう少し調べてみよう。私たちより先に行われた戦闘の跡があります。それに時間もあまり経っていない。他の白狼じゃないかな。それならいいのですが、白桃さんの白狼は全て魔物封印地域に向かい、こちらに来たのは私たちだけのはず。怪しいですね。誰かが俺たちの代わりに魔物をやっつけてたんだろ。いいことじゃないの。さ、早く診断に行こうぜ。軽薄っていう霊物がどんな見た目なのか気になるんだ。コラディーン、軽薄様と呼ぶのよ。軽薄様は本当の神仙なのよ。神仙、この辺の地域を魔物から守ってくれるだけじゃない、千年の知恵で村人の悩みも解決してくれるんだから。Yeah!
さて始めるとするか。さて始めるとするか。誰かが諸葛魔眼。誰だ、その目は。まさか生きていたのか。諸葛家の最後の末裔諸葛雲。私と同じくらい寿命が長いようだ。どうして生きている。いや、これでよかったのかもしれない。お前の命は私の手で奪うべきだった。お前のせいで家族や父上まで死んだ。絶対に生かしたままにはしておけない。歳月が過ぎた分、あの小さな坊ちゃまが随分と強い男になったようだ。だがそれだけの実力があるのかな。ブララマクラ、我々は急いでいるのだ。すべて殺せ。大丈夫か？あいつら何なんだ。あの後天国の大術師だった諸葛魔漢です。大術師諸葛魔漢、まさか東の天才術師と呼ばれていた。私絶対忘れることができない仇なのです。死んだと思っていたのに、生きていることが分かった以上、何としても私の手で始末しなければならないものです。残したのもあいつらだったのかな。でもなんであんな悪い術師が私たちが向かっている慶白様のところへ行くの。まさか慶白様の黒い魔石を。諸葛魔漢はバラムで古代魔法に最も詳しい者の一人です。霊物の精神を狂わせる魔法を作り出すとすれば、あの者以外考えられません。くそ、それって慶白様が危ないってことだろ。
なかなかやるじゃないか。私の悪鬼をこうも早く仕留めるとは。クルルに妙な魔法をかけて魔石を盗んだのは貴様の仕業だな。やはり私の作った呪符が効いたのだな。薄利天様が見事にくる。それにしても妙な霊物を無力化するためさ。こいつら計画的に魔石を盗んでいたんだ。一体何を考えている。私の苦しみなどお前にはみじんもわかるはずがない。一族と国に何もかも裏切られた私の苦しみも。ともかくお前のような普通の人間に中魔族の気持ちがわかるはずがないのだ。人間が悪い。暴君坊様、あいつらが追ってこれないようここで足止めを。私は軽薄のところに行ってみましょう。何者だ。どうして起き上がれるんだよ。俺様はな、どんな攻撃を受けても壊れない金剛笛を極めた体なんだぞ。皆さん大丈夫ですか。急がないと。こいつが邪魔している間に諸葛魔漢ってやつが軽薄様のところに向かっているんだ。風林谷の犯人とここの魔石を狙うやつは同じ連中だぞ。大術師、諸葛魔漢まで急いできましたが少し遅かったようですね。ディーン、こいつは私たちに任せなさい。早くその術師を追うのです。ん、おいゴラ、俺が簡単にここを通すと思ったか。早く、ここは心配しないで行きなさい。行こう。させるか。軽薄様、魔石は私がしっかり預かっておきますぞ。諸葛魔漢、もしかしてあのカエルが軽薄様なの。よかった、ギリギリで間に合った。しぶといやつらで、だがもう遅い。ブラザーぶかるな。軽薄様、あいつらに恐怖を与えるのです。やめろ。欲しいか。
んだこれは。力が欲しいか。誰だ。何でもいい。力をくれ。俺の体はどうなってもいいから。ならば感じてみよう。深淵に封じられし太古の力を。やはりアシュラか。皆さん、大丈夫ですか？はい、でも、黒い魔石を…そんなこと、みんな無事で何を言います。それで、覚醒した軽薄を落ち着かせる。一体何があったんですか？きっと分かってくれないだろうな。それが、一瞬だけ軽薄様の力が弱くなって、運よく倒すことができたんです。そうだ、暴君法はどうなったんだ？戦闘が不利になるとすぐ逃げました。しかし彼一人で私たち二人を相手に何度持ちこたえたことか。結局皆さんを助けることもできず、こんな結果になってしまいました。それじゃあ俺たち、魔石を盗んだ犯人を全部見逃しちゃったんですね。そんなにがっかりしないでください。犯人の正体が判明したことが重要なのです。現在正体を掴んだのは八鬼の目、薄利天、金剛笛、暴君法、天才術師、諸葛魔漢。皆死亡したと思われていた獣魔族の達人ばかりです。おそらく魔物の封印を破壊したのは彼ら。薄老の力を分散させようとしたのでしょうか。今の奴らの本当の名は霊物を守る黒い魔石です。諸葛魔漢、霊物の精神を操る魔法を作り出すなんて、さすが天才術師と呼ばれるだけのことはありますね。魔石には神々すら恐れる力が秘められています。ですからいくつかに割ってバラム各地に封印し、霊物の保護下に置いたのです。彼らを必ずや止めなければなりません。くそ、あいつら魔石で何をするつもりなんだ。正確なことは分かりませんが、魔石の力で獣魔族の国を建てようとしています。獣魔族の国？ネル砂漠の魔石はその存在すらほとんど知られていません。砂漠の魔石を探すのは至難の業。激門はまず鬼ヶ森へ向かったはずです。ですが人間が魔石の力を受け入れたらただでは済まないはず。一体何を考えているのか。残りの魔石はどこにあるんだ？鬼ヶ森とネブ砂漠、この2カ所です。現在他の白狼は全て封印地域にいるため、彼らを追撃することができない状況です。リン、クレア、諸葛雲、そしてミコ、東バラムの平和が皆さんの手にかかっています。頼みますよ。何としても残りの魔石は守らねばなりません。ネブ砂漠の魔石はその存在すらほとんど知られていません。砂漠の魔石を探すのは至難の業。月鬼門はまず鬼ヶ森へ向かったはずです。ミコ、くれぐれも気をつけるのよ。お前に重荷を背負わせたようで気が重いわ。家主様、大丈夫ですよ。ミコだってもう一人前の白狼なんですから。急ごう。何が何でも奴らより先に鬼ヶ森に着くんだ。ねえ、鬼ヶ森ってことはもしかして本当に鬼が住んでるの？そうだよ、そこにはすごく怖い鬼が住んでるってクルルが言ってた。やだよ、なんかどんどん恐ろしいことに。獣魔族の達人と戦ったと思ったら今度は鬼のいる場所に行かなきゃならないなんて。
くぜ。人々から魔物の気配がするなんて、異界の狭間が近いせいで副作用が出たのかな。異界のオーラに染まってないのはすごいけど、正気じゃないみたいだな。私も白桃さんの魔物を片付けてからリーンたちを助けに向かいます。ああ、そんなに急がなくても大丈夫ですよ。団長様、血鬼門があの危険なものを手に入れようとしている。それはつまりバラム中の運命がかかっているかもしれません。それにまだ経験の浅いリーンの白桃隊に任せるには相手が強すぎます。魔物封印地域に送られた高位白桃にも今すぐ黒い魔石を守るように指示すべきです。ねえ、話が違うじゃない。協力するはずじゃなかったの？もう少しで黒い魔石が手に入らないところだった。来ましたか。あまりせかさないでください。慌てていたらここまで来れなかったかもしれないんですが。団長、何をおっしゃって。なんで西バラムの白狼までここに来てるの？東と西の白狼は緊急事態に必ず協力し合うようになっています。そうしないと後天国と陽国の奴らに怪しまれますからね。ところで防禁法はうまく逃げましたか？あいつも適当に逃してくれたらよかったのに。いくら混合笛でもあんたの音波攻撃には耐えられないんだから。今体中が痛いとブツブツ言ってるわよ。コウ団長、これは一体どういうことです？束縛は力が使えない。宮地様、あなたには冗談の力をに入ってもらいます。あなたはすぐ厄介事を起こす。仕方がありません。この女の魔力本当にすごいわ。さすがは素合球があるし。でも私の魔法は相手の魔力を利用して束縛をさらに強くするのよ。長江様、祖号級の主を地下牢に移してください。束縛がかかっている限り力は使えないでしょう。高団長、どうしてあなたのような英雄が。いつか宮地様も理解できますよ。悪狼だけでは世界を平和にすることができないんです。問題は魔物じゃない、人間です。各地で戦争が絶えず、一日に数百人もの人が死んでいきます。革命を起こさなければ、
さらに強力な力による統治が必要なのです。これで残りの魔石はあと2つ。準備は万全よね。全ての高位白狼は封印地域に送っておきました。簡単に手に入るはずです。ああ、ディーンという新米白狼隊が魔石を守ることにはなっていますが、まさかそんな子供に負けることはないでしょう。よし、待ってみなさい。もうすぐ宿主が作られる。それにしても鉄器門のことバーンホリスに気づかれてる。あいつらも何とかした方がいいんじゃないの。あの女が現れた時から悪い予感がしていました。とりあえず放っておきましょう。正義感に燃えて行動を起こすような奴らじゃありません。どうせ金によって動く傭兵に過ぎない。我々と行動を共にするのが得なのか、ずっと計算しているはずです。この者たちは一体。後方が一人で英雄を拾っていたくせに、あいつも敵だったとか。どうりで東バルムの白狼があまりにも簡単にやられすぎだと思ったの。それにしても宿主は一体何を企んでる。悪いところだな。ここの木どれも元気がなさそうだ。ここにいたら私も枯れちゃいそう。何かを言おうとしてるみたいだけど。え、木の言っていることがわかるの。完全にはわからないけど感じられるの。レンマばあちゃんと長く一緒にいて木と交換する方法を覚えたんだ。どうやら何かに支配されているみたい。